最近のヴィンテージのトレンドなんていうのもあるんでしょうか、はい、新しいセットの影響なのもあ、ね、あ検視改定がまた起きたんですけど、はい、えっと MUD が弱体化したんですけどそれでもまだ強いう <laughs> はい、あのアメジストの時計が一枚制限なんですけど、はいはい、それでもまだこの前の優勝 MUD でした、ねうん、<laughs> MO イベントのやつ <laughs> ということは MUD はお互いにやはり強く意識しないといけない、まま、う最強的だから意識してますねさあ先行は飯野さんとなっております カジュエンありますかねカジュエン次第ですお互い見ていきたいですねあこれ必勝パターンのやつじゃないですかね吸血の強者オースここら辺が揃っていると2ターン目の<あ>という流れにもあります身のまなないか<ー>身のまなないですね1ターン目オースじゃないですねなるほどなるほどそこまでさあこの反動をキープしたイーノそしてモリッタ紙 今期防衛すれば5期という5期防衛という、はい、またメモリアルな記録が生まれますが果樹園定番ギリギリぐらい、まあ、ギリギリぐらいですねはいあの60点くらいなんですが、まあうん、ウィル・アールドでやるかっていったところです高校というところもありますかね、はいあえー、森田さんが後手ですかはいあ、はい、サモックスアンダーグラウンドシー この定号のドローを見てから、えっと、フェッチがありますねフェッチ先行グリスルブランドですかね <laughs> 先行は今のところ先行はあの、はい、手札のクリーチャーを出して生け贄に捧げるカードなんで、うん、あのアカデミーの学習と相性がいい、ねはい、こちら追加のコストを払わなければそのまま、はいえー、破壊生贄に捧げる、はいまあ、そういった形になりますので。 だ手堅ニアカデミーの学長がない状態では、まあ、そこまでキープはただグリセルブランドがあるのでああそこでそうですねグリセルブランドを出して大量ドローで,でいいのかな悩んでますねシャッフルかあれキープしましたねただししたねフェッチを間に挟んでいるので,であ先行だけドローで、ね、そうですね先行だけ引いて吸血の教授者を打つのかな、うん まだお互いのデッキがわからない、はい、森田さんもアンンダーグランドをを引いて定合を打ちますただ帝国を使うデッキって、はい、ほとんどコントロールデッキなんですよ帝、はい、を使った時点でもうある程度絞れはするんですけどこのシアンと帝国っていうねその、はい 初手初動の動きでもちょっとイメージが変わってくるってことですかねそうですあまあシアンは 1>, 1枚制限大体のデッキに入ってるんですけど青ければ定合はデッキ選ぶんですよ、ねうんはい、必ず入るカードではないのでなるほどさあ吸血の強者やはり打っていきましたライフは失いますが望んだカードをデッキのトップに置きますこれうん 一旦にゼロ妨害なんですよねイーノさん。妨害ゼロの状態でフラ、うん、先行を打つのでそこまで。しかもドローが止まるので吸血援救者。はい。レクター持ってきましたね。そうですね。まあ仕掛けに行くみたいですね、うんで。先行。まあこれはほぼ確実にカウンターしますね。はい。はい、フォースオーウィル。はい。 ノータイムでしたね。<laughs> まあ取ったら負けるんです。<laughs> はい、そのどのクリーチャーが出ても負けるって感じですかね。はい,は,いはい。変幻の男でも大体その時点で終わりです。まあコンボデッキ前とした動きなんでそのコンボアクションは打ち消していくと。うん、あ、お、どうですか。これ実はイーノさんの場に出てるファイレクシャン等が実はオース対策として優秀で、あ<ー>そうクリーチャー受けに捧げられるんですよ。はい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 。はい サクリファイサクリーチャーで黒マナを二つ出すというところですねオース、まあ、クリーチャーではするんですけどオースを無効化し,してるという,うん、うん、面白いですね、はい、そういう意味でもこのオープニングハンドをかなり噛み合った、はい、そしてこのレクターコンボだからこそできるこのカード選択だったのかなというところですね、はい、<laughs> さあターンが帰ってきましたツンドラですかねはい。ん難しい手札がレクター そして圧倒的輝き2、はい、人とも今グリセルブランドと「圧倒的輝き」っていう無駄カードを <laughs> 1 <laughs> 一枚ずつ引いているのであこうなると森田さんの大須が起動しても、はい、まあ豪華なタイタンがしっかり機能するかどうかっていうそこにか,かってきてしまいますねなよ残念ながらそういう状況になってしまっています もう割り切っっててレクター出しちゃもはいそれでターン返ってきたら勝ちくらいに考えた方がうん、うん、まあアカデミーの学長学長除去できないですもんねそうですね学長を出したとしてサーチするのが全知かドラゴン変化かバーゲンあっユ、うん、ーンの取引持ってきたら勝ちそうですねうん、うん、さあ相手に合わせて デッキの中のエンチャント好きなものを1枚場に出すことができます,す、ねはい、このレクターコンボを今日搭載してきている挑戦者イーノこのオース対決もお二人とも分かったというところとあとは先行を見ているので、うん、まあ、アカデミーの学長出ると全てを理解するって感じですかねそうですねあ他オースを使わせないことを選択しました、うん、まだアイトンデッキが わからないということもあり、まあ、押す起動されたら負けるだろうという意味で。なるほど。もし、次、飯ノさんが土地引いたら、レクター出して、即、はい、すすくあの、ファイレクション等で作れるので、うん。引いたのはブレインストームで。お,おいい、いいですね。これ、ファイレクション等が起きていると、しかも、あ、かなり。<あ>かなりいい内容のをしましたね。ね <laughs> は,はい、はい。 陰謀式そ<さ>そしてうですね近畿このマッチアップかなり重要なカードなので、うん、これによって自身が相手の得意との違いを使えると、ねね、悪用できますね、うん、悪用できる上に自分は探り放題っていう,う、はい、さあデッキの細部の部分、はいはい、しっかり出ていますこの手札を見て。 まあもちろん宣言最初は空振ってしまう確率は高いですがこの後アカデミーの学長をうまく使うことができます、はい、妨害手段も手札にほぼないということが分かっていますグレンハーだけですね、うん、はいデッキ的にも、まあ、パワーナインの中のアンセストラリコールタイムウォークここら辺プラス、まあ、実物ステージ教育っていうカードもありますが、まあ、基本的にはドロースペルが消されるぐらいという認識ですね、はい まあお互いのクリチャーの数が同じなのでオウソ誘発せずで、うん、まあ今のところ飯ノさんがオウソ悪用しますねこれだと。うんうん、あでもジェイスでバウンスするとでも1体出るなあでもジェイスでバウンスしないともうかなり不利なので相手のトークンバウンスせざるを得なそう。能動的に。 動かなければいけないという状況に早くもビンテージシン森田なっています、はい、えー、とここで果樹園タップすると相手が2体で自分が1体だから、はい、あ大丈夫ですね、うん、その状態で大丈夫じゃない大丈夫大丈夫ですねはい11にはこの短所にはできますね、はい、あ違うかえっ、ー、と自身の自身の 自分のバウンスもありえるんですけどそうするとす、ね、ジェイスが倒されちゃうんですよね。はい、これファイレクシャーの塔が立っていることで、はい、より難しくなっている、ね、このファイレクシャーの塔, <laughs> 塔がこの,このマッチのキーと言ってもいいです、ね <laughs> はい、クリーチャーを好きなように探れるのであブレインストームブレインストームしてましたねもう今ウィル探しに行かないとかなり不利な状況なのでグリセルを戻して。うん ワンチャンの軌道にかけてという状況です、はい、エンドに探らんなくてもいいかサんなくてもいいまずはジェイスにアタックですかねそれで反応が見れるはい先ほど 陰謀断式両方で手札も見られてますんで、それもあってのあ先の<お>先に探りました。で、今のまでレク,レクターですか、ね？あ、もうホースビル割り切りますかね。ないないうん、うん、ないと。相手にトークン与えてレクター。あ、撮りました。したはい。<laughs> で、即即フラッシュバック。<laughs> はい。まあ指定あまあまず誘発からですね。<laughs> はい。指定指定の前にまあおそらく全歯かよくもその取引か。はい。で、取引だったらこのあ全歯はい。 これであれば、圧倒的輝きを張って、勝ちパターンすべて封殺。はい、そうです、ね。<laughs> <laughs> この圧倒的輝き、多分テキスト覚えてない方もいると思うんですけど、ね。はい。あの、起動型能力が全部プレイできなくなるので。はい。あの、ジェイスも起動できないです。そして、すべてのクリーチャーがゼロ一になる。はいはい、いや、一で,ですね。一一ですね。さあ、張りました。はい。これで。ジェイスが起動できない。はい。これはプレイヤーにエンチャントするオーラ、呪いとなっています。はい エンチャントされているプレイヤーがコントロールするクリーチャーは能力をすべて失い基本のパワーとタフネスが11いちいち、はい、そしてマナ能力でも中精度能力でもないあ,あだからチェイスが起動できるんですね、はい、じゃあフェッチランドは起動できないそういった形ですかね、はい、あれそれだとしたら全然まくり目ありますねだってグレンハで全地破壊できますよね、はい、この手札ですとそうですね、はい、これバーゲンプランを取らなかったことが裏目になるかそうです、ね、アップキープにトップ分かってるので 引かずにあれ大丈夫かな全地破壊されておやちょっとざわざわしてきました我々の気持ちがざわざわしてきましたね。<laughs> ヨーグルトの取引出して10枚くらい引いた方が良かったかもしれませんね。はいうん、体力的にはねお互いコンボ力ということで、はい、そこまで、はい、えー、まあいきなり。 ドルイドの誓いが起動するっていう展開にならない限りは、はい、とりあえずはなんともないのかなというところだったんですがここは全地を選択そしてグレーハンも手札先ほど見てましたますよねそういったところもあってこのプレーになりましたがいいの大丈夫かこの後の展開次第ではかなり困ったことになりそうですまあただ次ドルイドの誓い相手の

これで果樹園ですすかねでそうですねでで出せば、まあ、アップキープの開始時に同じ数なんで、はい、あ,あうんトップはいいいのかな今切る必要ないアップキープに来たほうがいい大勢誘発しますからねこれあ,あただそうだ自分のああ、解決時にもチェックしますいや解決 いや、誘発してて。あ、あ、うん、これでオッケーですかね。はい、さあ、悪魔の教師者デモニックチューター打ち込んでいきます。で、おそらく放送ビルを手ータに変えましたね。止まってないです。はい、今ちょっと業務連絡来ました。<laughs> 圧倒的輝くでジ、ジェ、イズは止まってないっていう確認がこちらにも来ました。はい。はいは 中度能力でもないいってううテキストも忘れそうですね、はい、<laughs> なかなか出されません <laughs> このジェイスがいるシチュエーションでっていうところもありますし、はい、レクターコンボならではなのかなというようなカードにもなっていますさあフェッチを切ってでこれ開始時にあの同じ数なのでここでイケにンげたり果樹園起動しても、うん、ダメなはず確かオースのテキストははいはい そうです、ね、そのままドローしますね全知全知ない <laughs>、はいいいてはいけな感じ <laughs> <laughs> ちょっとこのタイミングは寒い感じになってしまいました、はいはい、引き裂かれし英語で「エムラクールトップデックトップデック」ッックと言っていいのか j s o、はい、<laughs> にこれして。 まままだまだ目はあります。はい。まだ押すとファイルクション等があるので。うんうんうん。先に先にやりましたね。まあエンドでもよかった。うん。うん いちいちというテキストは確認しています。はい、ただ。あ、さっきデモ中で持ってきたの、タイムウォークですね。はい。はい、このジェイスの環境下でのタイムウォークの。強さ <laughs> というものも。六ドローみたいな。もの <laughs> <laughs>、はい、ひどい話ですね。そうやって考えると。 まずはシアンからのスタートとなります。そうコメント欄でも森田さんのオースにアーリンコードが入っているっていうのがちょっとご指摘あったんですけど、はいうん、これってヴィンテージでもよく見るいやたまにですね。す本当にごくたまにオースにあのまあダクジェイスのさらに三番目のフィニッシュ手段として入っていることが多いですね。うんうん、はい裏返った後にねその出てきたオースが コスから出てきた効果のタイタン速攻を得たりとかっていう感じでしたっけ、うん、そうですねあと稲妻を打ったりしますねマイナス能力で稲妻ですアーリーのテキスト出せたらお願いしますねえ、はい、アンリコシアンからアンリコに繋がりますからのパワーナインのそしてバウンスあバウンスでそうですね相手のオースを使えないようにしましたね,ね そして森の石を置いてクリーチャー数同じなのでタイ目は温存していますうん多分芋モし引き両方ですよね引いたのははいはいちょっとここまでのリソースさうんつまずき フラッシュバックはできますが,がちょっと焼け石に水感がそうですね、はい、本来の使い方ではありませんそうですねあそこの全地,地が全てです、はい、あれがヨーグモスの取引だったらはいちょっとここまでの、ね、差にはなってなかったのかなというところですよねアーリンコード こういういね最近のカードもプレーンズウォーカーだからっていう理由で本当にこういうヴィンテージですとかレガシーですとか、はい、そういったところで使われるっていうのも面白いですね面白いところですねはいみにムラクールとかあ豪華のタイタンが速攻つきでなるのは確かに面白いです <laughs> 警戒もつくんです警戒,、えー、警戒つきますね、はい、また結構ダメージも食らうことも多いので エメラクルーですと17点入るんですかね。<laughs> オーバーキル吹っ飛ばしながら17点みたいな <laughs>、はい、15点が17点になったところであんまり <laughs> あんまり <laughs> <laughs> もうねどうやって死ぬかみたいな <laughs>、はい、そういう話ですよね。さああっおっ果樹園2枚目あるんで、うん、これはう、ね、これは大須を今度こそ大須が見れそうです起動が。 カジュエントタイムウォークの組み合わせですかね。そうですね。はい。まあただ圧倒的輝きあるのでタイタンとかグリセルもいちいちなんですけどさあさっきのモダンシーンでは見れなかったんですけどやっぱりこの精神を刻むものジェイスはい。制圧力凄まじいですよね。うん、やはり現状イーヌさんはドローもすべて封じられたような状態ですからね。はいはい <laughs> のジェイスのそのままでっていう言葉、うんうん、あんまり聞きたくない言葉ですよね。はい、僕もも何回も泣いた記憶さあこっから勝ちに至るまで圧倒的輝きを張っているのですぐさまの勝利というものはまだまだ見られないかもしれませんが緩やかなーがガが。<う> <laughs> 徐々に徐々に、はい、カウンターもあるし、うん、何引かれても。まあ森田さんがこのオース絡みでミスした場合いきなり逆転がおけ、はい、起こるんですけどそこの1点だけですかねむしろあるとすれば、はい、今 M 六を持ってますので、まあ、ちょっと前地がもうできないっていうところは引っかかるところではありますが。 さあここでアーリンコードプラスして終わりかはいなるほどで遠くン出てでここで優先権ですねはいこれだとこのままだと井野さん側のオースがあれあれもしかして逆転が可能になってますねはいあれ 出てくるもの次第ですがグリセルだったらいきなり逆転しますねまだ十四点ありますからね先ほどカジュエン2枚目を引いたのでそれで誘発させないのかなと思ったんですがレクターかまあでも、えっと、墓地にカバルセラピーありましたっけカバルセラピーはないですね一応使い切っちゃったファイレクションの塔で起動という形になりますがあ、あれ意外に逆転なのでは さんの取引はまだライブラリーにあるはずめくれてないですね、はい、ドラゴン変形ぐらいしか持ってきたいカードが落ちてないように見えますおや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  <laughs> <laughs> ちょっとおやおやが出てしまいました <laughs> これがちょっとどうなるかそうですねまあ13枚引いたら逆転可能なんじゃないでしょうかねうん ヨーグモスの一種とかで、使い切ったカード、また再利用できますし。はい。今、その確認をしていますね。ウィルヨーグモスの一種はまだ落ちていないので。そこから。さあ、難しそうですね。うん。はい、あ、探りますね、黒黒。はい。ヨーグモスの取引が。 おそらくサーチされるのかなというところですがそうですね,ですね、はい、これでタイムウォークつながるとまた次のターンも多数誘発するのでそれで「エムラクール」とか出てくるともう祭りが始まるのでは <laughs> 何枚引くかです、まあ、まず1枚ずつですねさあこれでわからなくなってきました そうですねむしろちょっと有利どころかもうこのまま勝ってしまいそうな、うん、まず1点2点かもう1点はいビットサイクルを思い出しますねはい <laughs>、はい、懐かしのこの感じ <laughs> おーお,ーお,ーお,ーおいきなり当たり引いてます <laughs> 神,神神神引いてますが <laughs> <laughs>、はい、あこれは勝ってしまうのではないん でしょうかタイムオフと、はい、アンリコ引きそして精神ジ j、はい、まあどこまで払うかですね払いすぎるともしかしたら負けるかもしれない、はい、こちら近期の果樹園2枚目を起動しなかったことで大須が誘発した、うん、そうですねまな出す時果樹園から先にタップした方が良かったですそうするとグレンハー構えの、うん、ボ,ルボルカ残しでグレンハー構えが。 できたはずなのではいそこの部分もちょっとというところですかねあさあガイアの祝福を引きましたのでラベラリー修復が入れるしはいもう多分タイムウォーク何回も打ちますねうん、うん、予想ではさあショーンテル実物停示教育も引きましたさあこ,ここはもうパズルですね味、はい、間違えなければ数はず手札は潤沢 さあ、レクターコンボの恐ろしさ、ここから見られる。<laughs> でペイいつうん。デッキが、うん、ええ、イニシエのイコン、つまずき、まずきタイム。ね、これであれば、おそらくは干渉されないということがわかりましたでしししし。で、あ、タイムウォーク。決ま,決まりましたね <laughs>。<laughs> 決まりましたね <laughs>。気持ちいい勝ち方しちゃいます。はい。 さあレクターコンボコンボの中のコンボよりオースそう、ね、というところで、はい、もうもう逆転不可能かと思ったんですけど、はい、<laughs> こんな勝ち方があるとはちょっとねお互いがお互いのギミックの難しさっていうところをちょっと実感しているようなそうですね、はい、森田さんもそうですねタイムオフ手打たに持ったまま負けてしまったので、うんはい、素直に打っちゃってよかったっです、ね、ちょっともったいなかったですかね、はい、ですねはい ジェイスをバウンス自分のクリーチャーにした方が良かったです、ね、はいはいはい絶対にオースを起動させないというところですね、はい、ただ大う,うん、アカデミーの学習を見るともうオースは入ってるもんと思っていいんですかねそこの部分もあったかなと思うんですけどういや森田さん側が張ってるオースが誘発してしまったのではいはいのオースそのいいのさんの、はいいのさんがオースデッキではないという判断もあったあ。 えっと学長デッキだったらそもそもオース起動させると大体死ぬんでうん、うん、オース自体は起動させない方がいいですまあでも果樹園も出てましたしね。確かに確かに。はい、さあメインボード2戦目お互いの自己紹介が終わりました。<laughs> はい このマッチはお互いオース抜きたいはずですね。<laughs> <laughs> ほとんど無駄カード。自分に利があまりないというところですよね。じゃあ森田さんオース抜いて サイドボード後もしオースドリードの力を抜いた後は、はい、結構コンボで、はい、コントロールでキっぽくっそ,うそうですね、はい、グレーンハー追加したり、うん、あのロバイの嵐増やしたりとかですね、はい、でプレーンズオーカーウィンを目指すという感じ、ね、そうですねオースのよくあるあのこオースってコンボデッキに勝率が悪いんですけど、うん、まあサイドがよくカウンターマシマシになりますなるほど、はい、そういったこともありますが現在はメイン戦2戦目となっております もう一ターン目を押すかいや、悩んでますねメインでカブルセラピー <laughs> ほうこれはなんてセン当,当てられるかな <laughs> さあじっくり考えますまあ、先ほどいくつかのカードを見ていますんで指定なんでしたわかんない <laughs> 全く分かんない <laughs> とりあえず外れたということだけはわかりました <laughs> もうがっっライフ点しってよよさそでですすねね、はい、森の知恵3枚上から3枚見てどれかを引くか4点払って2枚引くか8点払って3枚引くかというようなね選択ができるコンボデッキに対してはもうどんどん引いていってっていうところもできるとか、はい、緑のネクロポーテンスといっても <laughs> おかしくない さあギタクシア派の調査から、うん、とりあえず相手の手札確認これは1日ビートダウンで勝負が決まるかもしれない <laughs>、はい、スケートビートダウンで、ね、森田さんはオースを絶対置かないというねはい、はい、状態になりましたかね井野さん側はもうまなまな出すたびに相手に得に出ちゃうのではい、はい、このモックスもパールですから現状の手札では近畿の果樹園を使うしかないと毒 ですが赤マナはまだないですねまあここからカードはかなり引けると思いますのでああ打ちましたねはい、はい、さあヴィンテージを代表するカード3枚ドローそこからまだまだカードが続きます、はい、シアンと。 いやもうローミン派とエムテン派で <laughs> 派閥が分かりますよね。<laughs> まあローミン派はね、ちょっと世界観がある、はい。絵ですからね。赤タイタンはいらなそうですね。あとアレクサンドリアかな。多分シャフ、うん、シャッフルしました、ね。はい、まあ、お互いが指導に。ドルイドの誓いを使うという性質上。 それがどういった形で起動するのかそれとも起動しないのか、はい、それをさせないのかというような駆け引きがありますので戦目かなりの時間を有しましまたただ現状飯野さんは近畿の果樹園を厚めに引いていますのでそうですねその出てくるいち,いちの群れで <laughs> ゲームが決まるかもしれません <laughs> これもなんか独特な感じですよね、はい タイムウォークですかウォーク引きましたねただこのタイムウォークはあんまり強くないタイムウォークですね、うん、ま今はドロも、うん、ドロもあんまりアレックスアレックス三角スルビーですちょっと手札も減っていますんでね価値は低いのかなそうでかアレックスンドリア初手にあると強いんですけど、ねうん、後半はやっぱり まさかの相手にクリーチャーを供給しての、はいはい、<laughs> 戦いになってきましたそしてここから先の爪の段階は森田さんは体力をどんどん支払って手裏を充実させていくと、ね、相手のオースだけは絶対に消して自分はオースを出さずこの11ビートを、はい、続けると思います、ね、手裏はフォースウビルマナドレインと<お>打ち消すカードは潤沢に集まってきているデッキの中では潤沢に集まってきているという状況です 今アーリンを出すかどうかですね。アーリンかダクがいたはずなんですけど。ーアーリンチャレンジはとりあえずはせず。青を構えながらダクですかね。おそらく。こちらの方。そうそう,そうです、ね。はい。で。相手のモックス。かな。取りたいですね。取りましたね。はい。これでマナドレイン構えてるから、かなり有利な状況になりましたね。さあ。 手札も確認しておりますこれはフィニッシャーが11で <laughs> <laughs> このまま16点削るんじゃないでしょう。<laughs> これもういや別に何が悪いとかそういう問題ではないんですが <laughs> 精神を刻むもの、うん、ジェイスまでもす全て封殺すると、うん、そしてこのマーチャントスクロールの商人の巻物はマナドレイン。 のマナーさというところもこのヴィンテージではよくフォーカスされるところですが大変なことが起こっています対9くらいありますそして森の知恵再びデッキをあもしかしてグリセルブランドすだしできるのではないでしょうかなるほど黒,黒黒黒黒あるかな今ジェットだけですかねあ出ますからこれグリセルブランドすだしではないでしょうかこれ あのマナドレインのマナも合わせるとなるほど黒黒黒黒青青無色無色でグリセルランド <laughs> スダシさあノーガードなのは分かっている <laughs> はいこれオース使ってるとたまにあるんですよこの <laughs> グリセルスダシがこれも一重にねブラックロータスがすべての、ねはい、黒ものを供給してくれるっていうところもあるとは思いますが、はい、さあここまでのハードパンチャーに恵まれました一気に 展開が加速 <laughs> 単にスペックいいですから七7七7七ライフリンクっていう一発殴ったらもう手札もね、はい、完璧になりますからねさあ一気に窮地となりました、はい、さあ場には12点分うーんフラッサはい。もう何も通さないぞというこれプラスフォースオブウィルがありますがアーリンコードと フォースウィルなので、あまあでもグリセルでドローができると。ジェイス出すしかないが、ジェイス出しても、まあうん枚引くか引きますか。まあでもあれ通った。取しましたね。まあ九だからナ点テン張ることちょっと危ないと思ったんでしょ。うまたこの絵だけのカジュエンドトークンがあれば。 果樹園ビートでうん、うん、危険性を、ねはい、最小限にしていくとでそれでウィル持ってた方が安全ではありますね体力収にも全く収されること問題ないと、はい、引いたのはそうです、ね、時を超えた探索で、はいまあ、これも当然制限カードです、ね、<laughs> はいはい <laughs> さっき木原さんのね、えー、フォーマットフロンティアでは4枚使えるカードということで、はい、さあ7枚見て2枚手札に加えますそしてこれだけのパワーフォーマットではこの選択が非常に重要と。 カードもより引きましてダグフェーデンも起動もうここから負けることはほぼない,ないです、ね、トリプルカウンターくらいありますねグレーンハマでも手に入れましてチェ,そうです、ね、チェイス2点本体5点です、はい、これ全部土地から出てますから <laughs> <laughs>、ね、自分で供給したクリーチャーは一体もいないという、はい、<laughs> そしてこれでデッキトップを確認とまあこれ盤石ですね 下に送ってこれでワンチャンス出るかぐらいですがそもそも時間がない、はい、最後のドローも果樹園ということで現ビンテージ新森田さん一本イーノさんの力で取り返しましまた果樹園ビートダウン、はい、<laughs> 早い段階でオースが引ければっていうようなやはりメリットはあれどリスクもあるなんでね そここのととと。ろがちょっっ刺さた冒頭で私があの。はい。果樹園2枚引いた方が勝つって言ったんですけどこううういそです。果樹園2枚引かせた方も勝てるという状況もたまにあると。がおたお互い大あ森田さんは引いてましたけど出さなかったですはい。出さなかよね。大酢がない状況だとこうなりますね果樹園ビートダウンです。ある意味共通の共通の趣味の中の共通の趣味みたいなねところですよね。 お互いがオースを何枚残しているのかが気になりますね全部抜いててもおかしくはねさあカラカスもインしてますねあカラカスインしてます、うん、ただ多分森田さんのデッキをまだ全貌が分かってないからグリセルしか戻すものがないんですけど確かに、はい、ちょっと先ほどのカジュエンビートが 頭をちらついたか果樹園三枚の手札でした手札交換していきますマリガンしていきます、はい、そして豪華のタイタン残してますね一応グレンハグレンハト戻ってあるから、はい、キープしますねさあタイタンで勝つところ見られるんでしょうか6枚のイノさん今回は土地潤沢マナフラッド気味ですねちょっと 吸血の香者は確認できますつまき教授者チオンうんまあでもやるしかないんでしょうかねこれ吸血の香者で、うん、あのアンリコ持ってきてはいっていったとこですかねでつまずきをつまずきしてみたいなイメージですかね、はい、まあラブマリよりははいさて手札もう一度しっかり見せていただく形になります ありがとうございます。さあ、それでは。三戦目いきましょう。初手の戦術を。じっくり吟味。さあ。何を積んだのかがわかんないですけど。はい、引いてから。 打つのか、どうかっていうところもありますけど。まあ、トマトはこの際。はい。無視、無視しましょう。はい。学長。さえやらなけれ。ばはい、トップは。おお。これ、今引きましたよ。アンリコ持ってこようという。場面だったんですけど。はい。ああ、いや、これ、当てられるかな。難しい。 秋の果樹園2枚にグレンハ2枚 <laughs> 2> そしてタイタンとおそらくして放送ビルなんじゃないですかねかブルスリピーもうちょっと待ってもよかった気もしますねあいやちょっと自分からアクション起こせないですもんね、はい、そういったところもあ,あい <laughs> その後ににビル引きましたね <laughs> リムーブはできませんがでも1回かわしたという事実は残ってますそうですねこれで陰謀な資金療法が実質手札を見るだけになっちゃったんでんちょっと痛い感じになりましたかね、はい、おおおいけるいけそう手札は実物定時教育になっています、はい、あれカウンターされないおやおやこれ引くカードによっては一気にそうですね おおーチェイスこれは強烈しかし難しいですねで、まあ、ブレインから入りそうですけどね1ターン持つのでプラ,プラスかまあどうせ消せないから相手有効ア引かせない方がいいっていう考えですかねブレインはいはい行きました1枚露天交渉入ってるんでそれが引ければうん、うん 実物ステージ教育さあここが勝負ですねおして母性寿グリセルブランドという神のトップ <laughs> トップ3枚が発動 <laughs> <laughs> 素晴らしい。さあこの コンボオースレクターコンボ実物定時教育からの繋がりも厚めにとってありますこのター中に勝っちゃうんじゃないですかねタイムウォーク打てたら多分勝っちゃいますよ土地はありますしタイムウォークを打つマナも残りますはい素晴らしい <laughs> 先ほどのブレインの影響でちょっと フォーーウィルが打てる状態になっているかどうかそこの一点だけですがなんか手札赤緑っぽかったですねそうですねはい種がないま,あまずはアタックかなまずアタックしてから昭和の手ですかねアタックしてカロセラピー打ってから昭和の出るはい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 さあ陰謀断式療法空打ちしている ことによって、まずはジェイズ。そうですね。で、セラピーですかね。あ、もう、もう、ーテル仕掛けますかね。まあ、消されないので。ここは、いい感じですかね。まさか揃うと。はい。はい。さあ。せーの。ドン。ドン。タイタン。タイタン。まあまあ焼けるっていう。グリセルタイ、タイタン。はい。はい。 まあこれによって陰謀断式療法<れ>フラッシュバックのためにはグリーセルを使わないといけなくなったかまあ,あ<れ>とりあえずまあ一応これカブロセルピーで赤タイタン言うべきでしたかねこれあ<ー>、はい、確かに確かにただ赤タイタン見てないのでタイムウォークー <laughs> 神に選ばれしうもうかもしれないこれあっ神,神じゃないですねはい <laughs> 挑戦者, <laughs> 挑戦者、ね、しかしマジックの神微笑んでいます,そうです、ね、勝利の女神が微笑んでるかもしれない いやこんな完璧な手順そうですね引きたい順に引けてます、ね、はい、はい、アレックス即起動、はい、でタイムウォークして通りますという放送ビルは放送<ー>ビルで追いかけると思いますよはいはいはい、はい、も,もう一回7枚引いてもいいですよねそう,そうですねまあなかったらやばいですけど <laughs> まあ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 な,なかったらライフ 三になりますもんねゴーカタイタンワンパン <laughs> 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 そうですねいる現時点ないっすねないっすね、はい、引きに行くしかないですねまあ引きに行きましょうさあイーノさんのデッキメインボードにはフォーソウィル医師の力四枚投入されていますが サイドボード後どうなるまあ減らさないとは思うんですけどねうんここここ追っかけないとあのジェイスでバウンスされて赤タイタン走ってきてワンパン終わりですね常にワンパン終わりこれは引くしかない対応で引くしかないなんなら森田さんの場全部赤マナ出ますからねパンパンパプも出ます十三13点出るっていうさあ E の7枚ドローでするかどうかをウィル 色を引けるかどうかですウィル頼むさあ,あすご速、ね、されてます、はい、これ豪華のタイタンであることで得している、はい、って感じですよねこんなことあるんですね <laughs> こここで生きるとは引きましたね、はい、ここの七枚お祈りですねはい 確率でいったら確率でいったら引けるはずなんですがあったあウィルありますねいはいちょっと我々もドキドキしてますが何を切るか何切ってももう、まあ、ブレインストームとかなんか、はい、ドロースペル系でそうですね、はい、タイムオークが取ればもうほぼ勝ちですね うん、つまずきをまうもうペイできないですから、ねはい、体力が2ですさあそしてこのタイムウォークが通ります,快快す、はい、そして7枚ドローの追加で引いたモックスも置いていくとでディスカードかなはい さあちょっとねドキドキする瞬間ではありましたが飯野<あ>さんここでなんとかフォースウィルにたどり着いたことで追加ターンもね得ることができたとた僕ちょっと心配なんですがもうみんな忘れてるかもしれないですがこれうっかりトウモード見落としちゃうとはい、はい、悲惨な目にヨーグルトの意思とか打っちゃうと確かに確かにここは多分普通に殴ってジェイスであがたいたの赤タイタンバウンスがいいんじゃないかなうん、うん 手札がね潤沢すぎますからね、はい、いやただショーテレル実物定時教育エンジンがしっかり生きるような形になると、はい、まああとはあとはライフと手札を保てばいいはずですね、うん、ペイライフに気をつければボセージとかも食らうのではい、はい、ジェイスんなんかな、ね、あのジェイスは とりあえず取り除いておくと、もうかなり安全ですよね。そうですね。まあま,まずはジェイスに攻撃ですかね。はい。いやこの独特の緊張感、ビ、はい、ンテージシーン。現在3戦目となっておりますサイドボード5の戦いが始まっております。もしもしもしですけどもし森田さんにターン返ってきちゃうと若手いたんで。いきなり10点入る、ね、<laughs> まさかまさかみたいなね。そんなこともね。 起こりうるのがこの緊張感ある対決となっております。このこうやって見ると赤タイタン豪華のタイタンなんかいい感じに見えましたね。はい。七 <laughs> 枚でアレックスでドロップ。はい。はい、あ<ー>あ。ああカブロスラピーですかね。一応安全確認。 えっと、最初にもう結構見ていてグレンハーですかねおそらく見てるはずなんではい、うん、うんうんうんジェットだということが分かったのでもうすべてそうですよねすべてを手にしましたね <laughs> これでジェイスでマウスでうん ジェイすすごいとこですよね <laughs> <laughs> どんなクリーチャーも大体対処できると確かにただこれ一応土地引けばそうですね赤対談すだしが赤ブラスとあ,ーそうかあこれもあさっきのジェイスブレインストームで知ってる情報でしたね、うん、はいこれは決まってしまいましたね、はい、さあ棋士快晴のショーテル通してレクターコンボース が、この勝ちパターンもあるというところを見せていただきました。ね、挑戦者 E. の二本目を取りました。母星樹、小アンドテル、はい、グリセルブランドっていう順で引きましたよね。えーっとですね、小アンドテルがあって、どうしようかなってなってる時に、母星樹引いておこってなって。で、次がグリセルブランドそんな感じでした。神の手順ですね。そう,そうですね。はい。これができるっていうのがね。 なんかマジックっぽい感じがしましたね、はい、これまで。ヴィンテージらしい派手なデッ、ねはい、グルセル対アガタイタンっていう。さまざまな一つのデッキなんですけどもさまざまな形を見せてくれお互いサイドボードほとんど買えなかったみたいですね。もう何にも見てないですね。決ま,決まってないですね,ね。はい。アガタイタン見たからう云々って話じゃないです、ね。うん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 。 フィニッシャー1枚確認したみたいな、はい、そのぐらいの感じですかね飯野、うん、さんとしてはで問題ないフィニッシャーというところも見えた赤タイタンまためった切りあそうかめった切りかなるほどうんうんうんさっきの一一ビートダウンみたいになった時にめった切りなら打ち消されない、はい、サイクリングでオール1点とか、ねはい、あのマイナーなカードなんですけど、はい、昔赤白サイクリングに使われてたカードですうもう赤白サイクリングもう15年以上前の話です <laughs> <laughs> 最近の人は知らないカードです <laughs> まあたまにレガシーで使われる、うん、打ち消されない一点火力なのではい、はい、まあ聞く相手が必ずいるというところでサイドボード一枚森田さん取ってますまあそうですねサリアとかであの重くならないので、うん、そのヘイトバヤ系のデッキに対して強い、ね、なるほどなるほど、はい、その場のクリーチャーによる呪文の妨害が効かないという,、はい、そ,うそうですねブリンの欲馬とかサリアとかをまとめて除去、うん、できるので。 まあたまに使われてますね。はいはい、さあ、モリさんちょっと手札マリガン続いている形ですかね。ダブルマリガンですかね。ダブルですね。ここまあでも銀亭はダブルマリでも素晴らしいショ来たりします。アンアンニコがあれば大体すべ、はい、てが解決あ。アンニコはなんとかできるから。し <laughs> すごいハンドキープしますね。ただ色マナまあでもワンマリでスクライして土地一枚引ければいい,い,いので、はい。まあ まあ許容範囲ですねミステップあるのでそして先行だと思われるモ森田さんの手札がこちらになりますこっちもまあなんとか、うん、モクスサファイアからのポンダーシアンでなんとかするとそ,そ,そうですねこれこれミステップされたらかなりヤバそうですねシアンをミステップされると,れると事故ってしまうんじゃないかとでそれをできるかどうかですけど ダブマリ相手の本ーを <laughs> 打ち消すかどうかですけどね <laughs> このモックスから打たれてるっていうのもちょっと気になる、ね、ところではありますね、はい、土地セットからのアンセストラルリコールのパターンは一応はあるんですがまだ、あ、まだ、あねまあまあ、消した方がいいと、はいはい、ダブマリ相手ですからね、うん、これ手宇田3対5か3対5<あ>果樹園と打ちましたねうんセラピー打つ やっぱりまだ打たなくて良さそうです、ね、ちょっと手札ランドセットもなかったのでそうですねはいまだ様子を見て良さそうですねブリンストンこの三枚で全ての状況が変わることもありますがマナドレインモリチエそしてカジュエン フェーデントデモニック・チューターそうですね今サマのメーカー内のダックが一番いらなそうですね、うん、アンリコですかね迷ったらアンリコなんですけどはいはいだいアンリコがあれば何でもできます <laughs> はい <laughs> <laughs> フラッシュ<ー>あもう勝ちに行きましたねもう絶対消さないといけないっていううんうんうん おお大丈夫かか手札の上に落ちてます大丈夫ですよ、ね、あの手札、うん、我々確認取れてるので、はいはい、一応確認してもらえますかね4 5 6七。なん7ファイレクシアン等と両方とアカデミーの学長と,とあと何か一か枚ありましたよね <laughs> なんだっ,っけなえっと時を超えた算数あそうかリグですねはい、はい、4枚。 今ジャッジが確認してます。はい。ワンマリして、リソースな、七なんで、後手で一枚ドロして、七で合ってますよね。うん、はい。はい、はい、前後。はい、確認して、はい、その上でシャーフオッケーですね。はい。 なければ勝ちお、はい、<laughs> まあでもでもここのウィルは、まあ、手札2枚ダムマリの上にウィルなのでかなりリソースを使ってますねこれトップからアンリコぐらいのレベルじゃないともうもまあでも森中なので森知であ<ー>、まあ確かに確かに手札2枚補充できるのでまだまだくらいついていけますしかもちょっと殴り合いにはあ先でも中かなるほど この場合な何持ってくるんでしょうねミステップか,かそれかアンリコだと思うんです、ねうんうん、難しいですね僕森知恵から行くかなと思ったんですけどデモニックチューターは、まあ、まず宣言はされないカードですもんねはいまあなのでえっとまああ何でした赤タイタンでしたああショーテル対策ショ,ーテルショーテルをケアしてるのかなるほどただ無駄カードになる可能性もありますね なるほど面白いですねあ違うとあ、これは一番いいですね確かにゼマナなんで通せる時に通して相手の勝ちプランを素晴らしいこれでそうですねこのたん学長出せたんですけど封じてますね学長いやおおすらしい神もう見たカードは全てケアするとしかも土地を引きましたんで ブロックこれトークン追加せずにあ,あそっかリグ打てないですね今合計 5, 5万中、ね、はいちょっと足んなかったですね、はい、いやこれは素晴らしいデモニック中ューーになりましたね,、はいねはい、悩ま悩悩み悩んだ素振りなかったですよね森田さんもう決めてましたね、はい 前のターンの試案からもう考えていたゲームプランになります、はい、さこれによってかなり制限がかかりましたマーチャントスクロール,ロールこれは取ります、はい、まあこれでアンりコですかねそうですね、うん、もうもう打っちゃうと思います、はい、このターンがね、はい、今が一番安全ですもんね手ゼロですからね、はい、土地も置きたいですし このシャッフルの上三枚が <laughs> とても大事さあアンセストラリコール三枚ドローさああえっ、ー、とアンシートタイムウォークタイムウォークですね素晴らしいヨーグモスビルまで引きましたかねたヨーグモスビルは今トモで無効化されてます、ね、はい、はい、さあもうガンガンライフ払わないと間に合わなそうですね8点払ってもおかしくない グリッセルダグフェーデンそしてフェッチと払いましたね、はい、うん。ショーテルパターンを考えるとグリッセルは残したいですねうん、はい、捨てたくないのでフェッチをダグでルーターするかそこぐらいですかね でまあぁ2-2-2ディスカードでアグ,、うん、グリスル捨てましたねショーテルパターンあもう割り切ったのかなチェイスと委託者ですね、うん、これも思い切りの良さちょっと見えましたねあんまり悩んでないですね森田さんいつも悩まず早いんですよね、うん、学長は1枚コンボだからケアするもしくはファイレクシャの塔がもうあるからケアする だけどショーテルプランは二枚必要だからというところなんでしょうかねただアンセストラリコール打っているので結構怖い展開ではありますが、はい、まずは殴りますかねダク、うん、あ,あ墓地系カードがいっぱいありますけど <laughs> はい。リーグを先に打つかどうかですねこれ、うん にぐってしまえばもう墓地ゼロにできて、うん、どうもどう抜こうか本体ドークフェーデン触りに行きませんでしたねあもう森知恵でライフ払われたくないからかああ。なるほどなるほど、はい、やはり手裏がまだ少ない状態なので、はい、そこを縛りに行く形ですねそうクロクロ出しましたクロクロ出しましたねあなるほど分かったあのヨマスウィー ウィルにスタックで相手がトーモンドを切るあれうわぁあれあ忘れてましたはいはいはい2スタックでディグじゃないあれ五五枚しか取り除けない五枚でしたっけ今はい五枚だとディグが売ってないおやおやおやあーでもこれであーこれでなるほど使わせてもう手札で勘めしているそうですね なるほどこれでターンもらってレクターうん、うん、レクターでヨーグムスバーゲン持ってきて勝ちですかねはいはいはい全地、まあ、からかもしれないですねはい全地からまあディグでもつきますからね、うん、はいあそうですね、うん、そっちでもいいですねあこれは決まりそうですねまず誘発からですねはいで全地かバーゲンか なんかさっきからは全地が好きそうな感じですね、はい、あジェイスを落としてあとはディグでまあ土地何枚とかじゃない限りもうここからは引いたカードすべてすぐプレイできるようになります,、はい、すあれ,あれ

これも大胆にペイライフできる状態ですかね。そうですね。もうしないと。ウィル、ウィルだけ打てる。そうですね。ペイフォーですか。ねじゃ。はい。タイタン、モックス、ウィル。あ、なるほど。はい。うんうん。ペイフォーですね。はい。残り五。いや、これ、手札カウンターだけですから。はい。全然いいのさん。負けうる感じ。はい。 あ悩んでますただもう全知あるのでモックス奪っても意味がないから、うん、あでもいや自分が赤タイタン出せるのかああ<ー>、ね、はい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 まあ,ドロ,ーあドローしましたね,ししたねうんうんうん,うん面白いですね <laughs> <laughs> 全然決着がつかないそう,そうですね決まったと思いきや まだ、まだ全然、森田さん、勝ち、ありますからね。このクロックパーミッションモード。さここ、ここです。うん、カタースリップ。あんまり強くない。ここで身を引かないと。これ、何してするんですかね。あ、知ってるか。知ってる情報でした。はい。こういうとこ、もうまいですね。なんか、簡単に、知ってるカード打たないで、ハンデス、あぶり出してる感じですよね。おディグヒート。 しかしまだまあ、カウンターありますからね、うん、ちょっともうペイライフはできないそうですねそして全地が置かれているのでトウモトのポーションも優先順位が低いハラハラしますね <laughs> <laughs> 片頭を飲んでみる <laughs> ちょっと高橋さんと私はなんかも、はい <laughs> はい、なんか毎回毎回このピンテ定じゃなんかこんな感じですよね、はいはい、ドキドキするま,まあター、まあ、考えてたところです、うん、まあどっちにしろウィルするよというはい、まあ、ディグは絶対にケスカードなのではいうん。 手札のウィルが打てない状態なのでダックでドローは進めますね。はい、ダックダックオギー六でしたっけ？七でしたっけ？七ですかねでしたでトモダ出して、うん、まあ墓地はし大丈夫。さあ、あドラゴン変化？ドラゴン変化は体力五。まさかの。<laughs> さあ <laughs> さあ残り一だ。 さあアップキープ開始時にターゲットに5点、ね、これお面白いですね <laughs> とんでもないことがと、はい、ポッとこういうことが起こるのが、はい、このヴィンテージそしてレクターコンボこれ破壊できないグレンハーだと破壊できないドラマ変化これではダメかダクフェーデンの奥義届くのか ダクフェイデン6か対象取りさえあそっかグレンハ系だったら扇してはい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 確かグレンハって赤じゃ青じゃなくても対象取れるのでそれでダクの扇でドラゴンヘ変形を取ることができるかもしれない引けばか,かもしれない引けばあでもあダメかダクプラスしないといけないのかそうか対象手段引かなきゃだからあそっかそっか,かそっかそっか残念二回切りはできないですからね扇扇<義> 奥義手札がフォースウィルですもんね奥義奥義するとあ<ー> <laughs> あ、ね、ここでそうですねアップキープに5点 <laughs> 本体 <laughs> あーいやーハラハラしました <laughs>、えー、<laughs> <laughs> はい,いや面白い試合でした、はい 手札がフォースオブウィルなので手札交換ができないのでダクの奥義が起動せず、はいまあ、発動はしたんですがその効果を発生するに至らずと、ねはい、いや最後は最後はドラゴン変化で勝ちというんかま,まれに見る試合ですねこれは <laughs> デッキに入れてるカードってやっぱり使えるんだなっていう <laughs>、はい、そういったところでした、はい、さあ 5期続くかと思われた森田さんのビンテージシーン、ここで同じくビンテージをやり込んでいる男、飯野晃選手が神に君臨と、はいう形になります。